ただいま紹介を受けました県民会議士団藤野でございます。水俣病裁判や川辺川自主訴訟で不在の功績のあった伊代勝弁護士をしのぶ会が今月初めに開催されます。その冒頭で私は勝先生、先生の言われていた通りになりましたね、政府は川辺川をダムを決して諦めていませんでしたと述べました。私には多良木町から月に1回通ってこられている患者さんがいます。先月の地震時、町では今回の水害時に三木房ダムを緊急放流したのではないかと何人も言っていましたが、この時は軽く聞き流していました。その後、皆様もご存じだと思いますが、八代市高本町の住職で保育園と老人ホームを経営されている一家が避難した時の状況を、その当事者である子どもの水俣共立病院に勤務している医師から直接聞くことができました。家から直接上に逃げる道はなく、一度川べりまで下って、そして上に行く道に登った。水は川べりを離れて1分後に急に増水した。その車には両親やおばあちゃん、小さな子供さんお二人、そして奥様が乗っていて、遅れれば車は直されて一家全滅だったと言われています。その後、今月ですけれども、その患者さんが再び外来に来られましたので、今度は詳しく聞きました。すると、その患者さんは、多良木町のバーマン屋さんで聞いた。バーマン屋さんは水上村の人から聞いた。水上村の人は、市房ダムの水位が溢れそうなくらい高い時に急に低くなったのを見たと言われたとのことです。これを聞いて私は新聞記者に伝えて調べてもらおうとも考えましたが、まずは中島喜八郎先生にお電話で報告しました。その結果は、坂本地区の急激な増水は瀬戸石ダムの緊急放流と言われている。旧車ダムについては同じ情報は確認できていない。いずれにしてもダムの流量データの開示が必要だとのことでした。この問題につきましては、最近ある学者の NHK の解説番組をびっくりしてみました。この番組を見られた方が今日おられるかとは思いますが、今回の線状降水帯の地域時間的推移と球磨川流量の関係の検討から、今回の水害と川辺川ダム上流地域との降水量は直接関係があるとは言えず、この研究結果からは鹿児島知事の今回のダム建設への方針転換の理由には決してなり得ないと思います。時間がないのはもう分かってますけれども、ここでこの場を借りて国がどれくらいしぶといのかということを水俣病の報告をしてお伝えしたいと思います。私は50年前から水俣病問題に取り組みました。この時の患者数は116名にしか過ぎませんでした。4回に及ぶ大きな裁判を経て、現在2284人の行政認定患者を含めまして、約7万人の被害者が医療費、一時金など何らかの補償を受けています。しかし被害者は10万人を超えるものと考えられ、現在5回目の大型訴訟でありますノーモア水俣第二次訴訟が戦われています。国は2回にわたり最高裁で国の水俣病の発生責任と私たちの主張した魚介類の多食と感覚症があれば水俣病という診断基準を、最高裁の診断基準を認めたわけで、国の基準が間違っているわけですけれども、症状の組み合わせを要する52年判断条件を変えようとしません。そればかりか、環境省は
先日、日本神経学会理事会に対し、環境省の主張する意見の紹介をしました。理事会は水俣病を取り組んでいる会員に計らず、一昨年5月、その回答をしまして、そして一昨年11月より裁判にこれを提出しました。時間がありませんけれども、もう簡単に言いますと、水俣病は神経内科専門医でないと見れない。水俣病では症状の変動はない。水俣病の治療は数ヶ月からせいぜい数年であるという内容です。で、これまで取り組んだ会員の学会でのシンポジウムを作れというのにも、しないもんですから、学会有志で、このコロナの状況ですので、ウェーブで、シンポジウムを行いました。全国で医師40名、弁護士25人を含む107人が参加して、環境省の言い分が間違っているということを私たちは明らかにいたしました。もう一つあるんですけれども、時間の都合で、申し上げません。環境省は、汚染の実態調査を決して消灯せず、巡っていうのと MRI というのを使って、しかもそれを認定患者でやりながら、6割ぐらいしか効果がなかったという、そういうのを使ってやるということで、10年かかって、12億円の金を使いながら、一斉の検診をずっと一貫して拒否し続けているわけであります。国はこのように決して侮ることはできない。もう訳のわからない理由をつけて、襲いかかってきますので、今日この場から川辺川ダム建設絶対推進を私たちはものすごく期待意思を持って進めていかなくてはいけない、こういうふうに思います。私たちは水俣で同じようなことをやりますので、今日ご参集の皆さん方、ぜひ川辺川での戦いを進めていただきたいと思いまして、絶対の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました、ね、全部紹介したいところですけど、たくさんあって時間の都合で一部だけですね、紹介いたします。鬼怒川水害裁判原告団の片倉和美さんからですね、メッセージ、これも長いんで一番最後の表を読み上げますね。自然破壊は一瞬でできますが、自然 再生は数十年数百年かかることになります。川辺川の清流を守り、地域住民の方々の 一日も早い復興と、地域住民のための治水計画が一日も早くできて実行されることを祈っております。同じ水害被害者として今後とも協力していきたいと思います。皆様、病気を救うため頑張ってくださいということで、はい、ありがとうございます。それ他にもですね、来ているメッセージを送っていただいた方、ちょっと団体とですね、お名前だけご紹介いたします。全国公害被害者総行動実行委員会、読み返れ長良川実行委員会、共同代表粕谷史郎さん、亀井浩二さん、自然害環境問題研究所代表浅野貴彦さん、ストーリーテリング協会代表吉本誠一さん、広島大学名誉教授中根兼幸さん、小屋野敦子さん、大阪市立大学大学院経営学研究科教授中瀬昭文さん、岐阜県徳山ダム建設中止を求める会事務局長近藤由里子さん、元徳島県紀藤村長藤田恵さん、水俣病知らぬい会患者会、知らぬい患者会会長岩崎昭夫さんということでですね、たくさんの方からメッセージをいただいております。メッセージ自体はですね、皆さんにもお配りしてますので、後でぜひ読んでいただきたいと思います。それでは今日